フレディアントニオ・ガルシアは、ベネズエラ・カラカス出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。現在は、フリーエージェント。台湾球界での登録名は、カニシア。1993年にヒューストン・アストロズと契約し、プロ入り。1998年7月31日、ランディ・ジョンソンとのトレードで、カルロス・ギーエンらと共にシアトル・マリナーズへ移籍。 1999年4月7日のホワイトソックス戦でメジャーデビュー初勝利を挙げるとシーズンで17勝8敗防御率4.07という成績を残し新人王投票でカルロスベルトランに次ぐ2位となった2000年は故障で9勝とまりだった2001年には18勝6敗防御率3.05とエース級の成績を残しマリナーズの地区優勝に貢献した この年以来2006年まで6年連続で年間30先発200投球回をクリアするタフネスぶりを見せている2004年シーズン途中にホワイトソックスにトレード遺跡マーク・バーリー、ホセコントレラス、ジョン・アーランドらと共にリーグ屈指の先発ローテーションを形成して活躍2005年のワールドシリーズ優勝にも大きく貢献した2006年開幕前の3月に 1> 第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズン終了後には、ガビンフロイドとジオゴンザレスとの交換で、フィラデルフィアフィリーズへトレード移籍した。しかし2007年は肩を痛めたため、不本意な成績に終わり、シーズン終了後には再契約を見送られ、FA となった。2008年8月12日、ガルシアは、 デトロイトタイガースとのマイナー契約にサインし、FA から復帰した。マイナーリーグで5イニングを投げ、無失点、5三振を奪うなど、好調ぶりをアピールした。その後もドントレル・ウィリスと模擬試合で投げ合うなど、順調に調整を進め、現地時間9月17日のテキサス・レンジャーズ戦で、先発し、メジャー復帰を果たした。この試合では、投球数に制限こそあったものの、5回を、 失点1に抑え、久々の勝利を挙げた。2009年、ニューヨークメッツとマイナー契約したが結果を残せず、4月28日、メジャーに上がることなく解雇された。6月、フルスホワイトソックスとマイナー契約。8月からメジャー登板し、9月以降に参照を挙げた。オフに、チーム側がオプションを行使した。 2010年はガルシアにとって4年ぶりのシーズンとなった。年間を通じてローテーションを守り、28試合を投げて12勝を挙げ、復活を果たした。11月1日に FA となった。2011年1月31日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結ぶと、2月3日には1年150万ドルのメジャー契約に切り替えられた。プレシーズンマッチでは、 安定した投球を見せ、3月25日に同じく、マイナー契約であったバートロコローンと共に、メジャー開幕ロースター25人枠入りが決定し、先発ローテーション入りした。10月31日に FA となったが、12月9日に1年400万ドル、出来高で再契約した。2012年は、AJ バーネットの移籍や、マイケル・ピネダが肩の故障で離脱したため、 開幕ローテ入りを果たした。10月29日に FA となった。2013年1月29日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが、オープン戦で6試合に登板し1勝4敗、防御率8.71と結果を残せず3月24日に解雇。29日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。5月4日にメジャー昇格したものの、 6月24日に DF となった。8月23日にアトランタブレーブスに金銭トレードで移籍した。10月31日に FA となった。2014年1月24日にブレーブスとマイナー契約し、2月13日にメジャー契約を結んだが、3月24日に放出された。2014年4月27日に議題、ライノズと契約する。 6月30日に月間 MVP が発表され、投手部門の MVP に選出された。2015年は当初メキシカンリーグのタバスコキャトルメンと契約。4月9日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだが、4月22日に放出され、6月7日に再びキャトルメンと契約。7月14日に マックス・ラミレスとのトレードで、モンテレ・ー・サルタンズに移籍した。11月には、第1回、WBSC プレミア12に、ベネズエラ代表で出場。初戦のメキシコ戦で7回途中3失点。予選突破をかけた、日本戦では8回途中3失点の投球を見せたが、チームは、予選敗退に終わった。2016年、母国ベネズエラ代表チームティグレスでアラグアの、 メンバーとしてカリビアンシリーズに出場。2月7日の決勝戦試合前に現役引退を表明。当日の試合に先発したが、チームは4対5でサヨナラ負けを喫した。4月8日にのモンテレイ・サルタンズと再契約を結び、現役復帰。しかし5試合の当番で防御率5.01を喫し、5月3日に解雇となる。2017年は、 ベネズエラのウィンターリーグに参加。2018年はメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。オフはベネズエラのウィンターリーグに参加。かつてはその大柄な体育を生かした95マイル長のフォーシームを中心にスライダー、チェンジアップを投げ分ける本格派投手として鳴らしたが、近年はツーシームやカーブ、スプリッターなどの割合を増やした技巧派へと転身した。また、 もともと脱三振率は平均レベルで決して高くはなかったため若手の頃から打たせて取るピッチングは得意としていた。ありがとうございます。